はい、どうも、釣りっちゃお。こんにちは。あ、どうも。いやー、今日はね、ちょっと昨日ね、爆釣した。そうですね。メバルと。僕の紹介はできないですよ。え？ちょっともう鍋取ってるんですよ。磯部さん常連のパルさん。常連っていうことは聞けないですよ。僕は魚を取った時よく、そうですね、自分魚家ではさばけないので、こちらに持ってきて、はいはい、で、そうですね、お魚だけ置いて帰るという、なるほど、まあ、なんとも、自分勝手なやり方なんですけど、茶鉢目って、茶鉢目カサゴ鉢、ああなるほどね、はい、これ磯見さん釣った貝です、はい、でっかいです、これ黄色のマークがもうなんか釣りですね、あるって感じ、そうですね、どういうことなのね。このカレー、僕いただいて食べたんですけど、美味しかったです。ああ、どこで作ったの？これ、あの、富山の市から出て、で、磯見さんは、一級船舶免許持ってらっしゃるんで、はい、手が一緒に。自分で釣ってくる魚を提供するという。そうですね。パルが釣ってくる魚を提供するという。僕は、今からだんだん川の方行くんで、海からちょっと離れちゃうんで。だから来た時に聞いてみればいいんですよね。はい、その、最近入った、そうですね、新鮮な魚がないっすかみたいな。いやでも一遍磯部さんと行ってみたいですね、釣り。そうですね、それも今後、なるほど、ありがとうございます、なるほど、こういう店の作りですか。2階もあるんですね。あ、そうですね、今2階お客さんいます、ね、あ、なるほど、はい、あ、いいね、なんかいいですね。ではそうですけど、料理を待ちますか。出来上がると思います、ね、はい、そう、仕上げできましたよ、できましたよ、逆になってるな、はいはいはい、あ、まずはね、あ、やっぱ尻尾ももう完璧ですね、うん、脂もうなんかね、皿に脂、そうですね、すごいね、これお腹切ったんでまだ脂出てないですけど、お腹切ったらもっとすごいですよ、あ、ちょっとそんなこともういいから食べますか、食べますか、食べますか、石部さんいただきます、うん、はい、いただきます、はい、いただきます、したら絶対うまいよね、この、まずパルさんからどうぞ、ハフハフやね、さあ食レポ、このままこのままいきますね、まずそのままどうですか、文句なしですね、いやいやしっとりしてますわ、口に入れるのが早くない、そのスピードがそれインサートが、うん、なるほど、じゃあですね、うん、ボッコボコやん、さ、どうすか、どうすか、いやいや、前と一緒やん言葉はいらないっすね、いや、うん、そうだよ、うん、OK、わかりましたよ、さあさあ、じゃあ、私もいただきます、さっちゃんは、はい、これですね、おー、これですね、おはい、いきますよ、このホクホクに、いただきます、うん、いやいや、一緒やん全然一緒やん、もうみんな食レポできませんわ、いやいやポンコツばっかりですもんね、言葉にならないです、いやいやいや、本当に言葉出ないです、うん、うますぎて、うまいです、本当うまいです、めっちゃうまいです、ね、いやいや、柔らばっかりだな、いやいやいや、でこのまたこの塩もうまいです、うん、あ、そうだね、本当に美味しいし、ああ、うん、塩美味しいですね、元の塩って言ったらですね、うん、そうです、ダメです。甘い、甘さもすごい、甘いです。感じられます。要は粗塩でいい、ね、っていうね。粗塩がやっぱ全然違う。めっちゃうまいこれ、本当に。うまい。これはうまい。そう。2缶で生かしてる。うわぁいやいやいや、なんか照りが違う。ええ。照りが違う。うん、食べ比べた。これは、ええ、今日釣り上げてる。釣ったやつ。はいはいはい。こっちが、2缶で生かしたやつ。いつか熟成して食べ比べ、ね、贅沢ですね、やっぱちょっとね、あの浮いた方が美味しいって言われるんですね、そうですね、2、3日は送っていますね、はい、うわー、行きますか、さあ行きますか、そしたらじゃあいただきます、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 いただきますか、醤油、あ、刺身、醤油から、てりてりやな、本当に
この刺身、これが5日前、そしてこれが昨日、今日か、うん、もう今日ですね、うん、釣ったやつ、食べ比べ、そして油ぎっしゅ、油ぎっしゅ、これ触ってるのも全部油ですよね、うん、そうね、ネバル、すごいです、刺身いただきます。あ、食べますよ、僕。食べます。めっちゃ分厚い。ちょっと見せや、ちゃんと。こんな分厚い、ちょっとあの、初めの刺身食べたことないですよ。こんな分厚いのない。ごっついです、これ。早いって。どう？ついてけんのかいや。動き。めっちゃうまい。あの、うわ、すごいわ。脂がすごいです。今日買ったのが昨日のやつ、うん、今日のやつね、日本、うん、食べ比べてみよう、ちょっと待ってくださいね、早いってその走ゆっくりですね、そう、そうスピードが何やのダメ出しです、うん、脂めっちゃ浮いてる醤油も、これが5日前、これです、はい、いきますよ、行って行って行って、いきますよ、こしょう今お茶なんで違う、うん、うん、うん、しっかりと味ついてますわ、うん、味っていうか、うん、魚の旨味が、うん、旨味、甘みが出てますね、うん、そうなんや、ポッコになってる、うん、全然違いますね、うん、違います、あの、噛めば噛むほどです、今ずっと噛んでますけど、うん、おいしいです、ね、あ、そうなんや、なんか醤油いらないかもしれないですわ、マジで、とりあえず、じゃあ僕も黄金主義入れてます、うん、はい、いきます、やります、おいし、いきますね、ワープク、うん、うん、うまうまっ、おいしい、ほんとおいしい、うん、うん、いや、これってめちゃくちゃうまいよ、いや、僕も思いました、うんうんうん、油の味はするんですけど、うんうん、こっちは旨味が、うん、油が旨味に変わってますもん、なるほどね、ええ、じゃあ次こっちいただきます、これやっぱ寝かせるって言っても中出しだけはするんですか、中出しだけはしといて寝かせる、中出しして、うん、皮引かないで、あ、皮を敷いたままなんですね、うん、これ痛いです、痛いです、うん、噛めば噛むほど、うん、全然違います、ね、うん、違います、うん、味はやっぱ違います、本当美味しそう、本当美味しいです、美味しいです、うん、これ絶対寝かす、寝かしたら美味しいですね、うん、やっぱそうだよね、うん、美味しいです、俺撮影ばっかりしとって何も見えないんだけど、これはちょっと食べてください、お願いしますよ、美味しいです、本当に美味しい、さ、今回ちょっとねでかいメバル使って蒸し、そうです、蒸しですね、蒸してもらいました、初です、うん、俺も初やわ、俺も使わないです、もう本当に新鮮なんで、うん、お酒も何も入れずに塩だけ使ってましたね、塩だけで蒸したみたいです、うん、すごいいい匂いします、うんうんうん、この匂いが伝われば最高なんですよね、そうですね、本当によっしゃ、伝えたいです、そしたらもうあとは食レポで、それが一番難しい、じゃあ、あのポン酢で、うんうん、味付け、そういうことで、ね、食べる、はい、でも僕はそのままちょっと一回食べてみます、うん、なるほど、そのままでもうまいと思います、うわ、これ右の中につい、なんじゃこりゃ、こっつ、これです、うん、サイズ、うわ、うん、うわ、もうすんげえ、だから早いって持ってくのが早いって口で持ってくのが早いねんて、ゆっくりゆっくり、スローモーションにしてくださいね、じゃあ追いついてかねえんで、フレームフレームアウトして、うん。ずーっと一日中口に含んでても嫌ならないですね、あ、本当に、お、それが何、決め台詞、いや、本当にそれぐらいです、全然もう違いますね、さっきとまた焼きとはまだ違う、あ、そうなの、うん、ほうほう、優しい味しますね、おいしょ、いや、このまま食べれます、うん、ポン酢いらないぐらい、マジか、じゃあ僕、次僕いただきます、はい、じゃあ僕は、うん、ポン酢をつけてちょっといただこうかな、はい、
贅沢な取り方やね。皮も絶対うまいんで、皮美味しかったっす、これいきますね、じゃあちょっとだけポン酢つけて、ちょっとだけつけていただきます。すごい脂、うん、まこれ。あのね、ふわふわ、うわ、焼きと全然違います。ふわ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 なんですよ。甘い。ちょっと今気づいてんけど、このむさい男が、俺言いますか、もう元の子みたいな。言ったことないから。やろうじゃダメですか。やろうじゃダメですか。まあまあちょっと素人なんで。素人なんで。すごいね、蒸しとごふわ、ちょっと私にも食べさせてもらいます、幸せのひとときですわ。本当にありがとうございますと言いたい。いや本当にありがとうございます。この状態ですわ、本当に。綺麗に食べましたよ。綺麗に食べたね。僕が一番なんか汚い食べ方です。すいません。本当にこの虫がもう本当びっくりしたね。虫最高です。刺身も美味しかったんですけど、これが初めてだったんで衝撃でしたね。ポン酢との相性最高。最高。ネギとポン酢と最高級だった。これは一番びっくりしました。まあ、それぞれの美味しさあるけどね。そうですね、キャッチ&イートの素晴らしさ。そうですね、そうですね、じゃあ食べろってことですね。そうですね、はいはい、そういうことでした。いただいて、いや磯部さんに感謝ですね。感謝ですね。まず、こういう機会ありましたら。そうですね、本当に話です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。